皆さんこんにちは。私は京都市伏見区にあります向島福音住教会の牧師をしている牧武史と申します。今日はこれからお読みいただく聖書の箇所から荒野の学校の行進ガイド、王のラッパの合図という題でご一緒に御言葉を学ばせていただきましょう。民数記十章一節から十節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。銀のラッパを二本作らせよ。それを内物作りとし、あなたはそれで回収を召集し、また宿営を出発させなければならない。この二つが長く吹き鳴らされると、全回収が会見の天幕の入り口のあなたのところに集まる。もしその一つが吹き鳴らされると、イスラエルの分団の頭である族長たちがあなたのところに集まる。またあなた方がそれを短く吹き鳴らすと、東側に宿っている宿営が出発する。あなた方が二度目に短く吹き鳴らすと、南側に宿っている宿営が出発する。彼らが出発するには短く吹き鳴らさなければならない。集会を召集するときには長く吹き鳴らさなければならない。短く吹き鳴らしてはならない。祭司であるアロンの子らがラッパを吹かなければならない。これはあなた方にとって世々にわたる永遠の定めである。またあなた方の国であなた方を襲う侵略者との戦いに出る場合は、ラッパを短く吹き鳴らす。あなた方があなた方の神主の前に覚えられ、あなた方の敵から救われるためである。またあなた方の喜びの日、あなた方の礼祭と新月の日に、あなた方の全焼の生贄と和解の生贄の上にラッパを鳴り渡らせるなら、あなた方はあなた方の神の前に覚えられる。私はあなた方の神主である。私たちは民数記の九章のところにあって、荒野でイスラエルの民を導く雲のことについて学びをいたしました。そして今日のこの十章のところでは2本の銀のラッパが出てまいります。この銀のラッパとは一体何に用いられるのでしょうか。それは民が行動を起こすときに、神様がこのようにせよと指示を出される、そのためにこのラッパが用いられたということであります。2本の銀のラッパが長く吹き鳴らされるならば、全回収が会見の天幕の入り口に集まりました。1本だけが鳴らされると、族長たちがモーセのもとに集まり、短く吹き鳴らされると東側の宿営が出発し、二度目に短く吹き鳴らされると南側の宿営が出発します。集会が召集されるときには長く吹き鳴らされるのであります。さらにラッパは侵入者たちとの戦いのときや、また礼祭や新月の日にも用いられたものだと書かれてあります。私たちはこの銀のラッパのことについて2つのことを特に心に留めていきたいと思っています。1つ目のことは従順ということであります。このようにラッパの音は民たちにとってとっても大切なものでありました。一旦鳴らされるならば、イスラエルの民たちはその鳴り方によって自分たちの行動を知り、即動いていかなければなりませんでした。私が属しているこの群れには自由という言葉が実はついていますが、ある人たちからこんなことを言われます。牧先生のグループは自由でいいですね、何をしても許されるんでしょうって。でも実はそういう自由という言葉の意味を持って私たちはつけているのではないんですね。いちいちそんなふうに言われた時には、いえ私たちは不自由教会ですよと言ったりすることもあるんですけれども、でもなぜ人はこんなにして自由を求めておられるんでしょうか。
実は自由を求めると言いながら人々の心にあるものは不自由なのではないかということを教えられるのであります。キリスト教信仰に否定的な人たちがいます。そういう人たちの中にはキリスト教信仰を持つことによって自分の生き方が制限されるのではないか、堅苦しくなるのではないかと言われる方々がいらっしゃいます。でも本当にそうでしょうか。聖書を見るときに聖書は私たちに語るんです。あなたたちは自由と思っていても本当は不自由だって。なぜでしょうか。それは私たちが生まれながらにして罪に束縛されているからに違いありません。私たちは自由だ自由だと言って自由を求めています。でも私たちの心の中にある罪は私たちを縛りつけて決して私たちを自由にしようとしないんですね。もし私たちが自分の内側にある罪の存在に気づき、そして自分がこの罪の前に決して勝つことができないということを知るときに、人は皆、ああなんと自分は不自由なんだろうと告白しなければならないのではないでしょうか。神様はそんな私たちのために何をしてくださいましたか。そうです、イエス・キリスト様にあるあの十字架の贖いにあるところの自由を与えてくださったのではないでしょうか。神様に従う、神様の命令に従っていく、ただこれだけを聞くならば私たちはなんと束縛的なんだろうか、なぜ従わなければいけないのだろうかと思うかもしれません。でもイエス様の十字架にある自由を用意してくださった神様は従うものを自由にしてくださるんです。その罪の縄目から私たちを解放して、いや解放するだけではない、その歩んでいく中にあって真理を教え、そしてその真理は私たちを自由にすると記されているのであります。どうでしょう、あなたは神様にあるこの自由を経験されておられますか。神様のお言葉を聞くというけれども、私たちは聞くだけで、もし従わないならば真理を知ることはできません。そして自由にされるということもないんです。でも毎日毎日神様の御言葉を聞きながら私たちがその御言葉に従っていくならば、私たちは御言葉の約束にある自由を経験していくことができるのではないでしょうか。さあもう一つのことを見ていきましょう。それはラッパを通して神様の御心を伝えるのは祭司の役割であったということであります。皆さん8節をご覧いただきますと、民の行動に指示を与える銀のラッパを吹く吹き手は祭司に限られていたということが分かってまいります。なぜ祭司に限られていたんでしょうか。それは祭司が神様に仕え、そして神様の御心を一番身近にあって知り得る、そういう存在であったからに違いありません。神様はこの祭司を通して、さあこうしなさいと民に訴えていかれるわけであります。今日の教会にも私たちに神様のお心はこうですよと指示してくれる、提示してくれる、そういう存在がいます。教団教派によって呼び名は違いますけれども、牧師と呼ばれたり教師と呼ばれたり、または伝道師と呼ばれている、そういう一人一人であります。神様はこの一人一人が御言葉に専念し、祈りに専念し、神様と交わりを深く持つ中で神様ご自身の御心を示してくださるんです。そして示された一人一人は、神様の御心はここにありますよ、あなたの生き方のここにありますよと私たちに御言葉を語ってくれるのであります。最近では多くの教会で日曜日の説教がインターネットを通して公開されているようになります。かつて私の教会でもそのようなことをしていたんですが、ある方にこんなことを言われたことがあります。先生、牧師先生が御言葉を語るというのは第一義的にしたら、それは自分の教会の信徒たちに向かって語られているものですよねって。神様はあなた方の群れがこうあるようにこうありなさいって、それを先生を通して語ってくださってるんですよねって。だから私たちの群れに必要なのは先生の御言葉なんですって。他の有名な、他の分かりやすい先生ももちろんそれも素晴らしい、霊的に恵まれるかもしれない、でも私たちが一番必要なのは先生のメッセージなんですって。
本当に皆さんそう思われませんか。皆さんの教会にも神様が召された一人一人の牧師先生がいます、教師がいます、伝道師がいます。その人々を通して語られる御言葉に私たちは耳を傾けていきましょう。神様のお言葉としてそれを受け止め、そして今日一日の糧としていったら本当に素晴らしいのではないでしょうか。神様に従うということは口で言うよりも実際に行動に表していくときにその難しさが分かってくるのではないかと思います。皆さん今日私たちは神様に本当に従おうと思っていますか。今日いただいた御言葉を持って一日の歩みをスタートしようとしていますか。どうぞ主が語ってくださった御言葉を固く握って一日を始めていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、どうぞ今日くださった御言葉に信頼して歩み出していくことができるようにしてください。あなたの御言葉に従います。あなたが私の今日の一日を導いてください。イエス様のお名前でお祈りをいたします。アメン。